シャキーン。いやーもう皆さんまさかね、東京リベンジャーズの作者がジャンプで書くなんて、これもうどんな世界線やねんってね。僕もう新宿スワンとかも読んで、東京リベンジャーズもあの連載で毎週毎週追いかけて最終回も読んでたんで、次をマガジンでやるんやろうなーと思ってたら、意外や意外で、願いのアストロジャンプでやるのーっていうね。まあもちろん読んでない人もいると思うんで、まずそっちの方のね話はせずにワンピースの方の話をしていこうと思うわけなんですけど、いやーでもそれにしてもこの涌井先生が書くというのは、ね、結構衝撃的でしたね。いやでもね、衝撃的やったといえばね、やっぱりねワンピース、いやーえぐい、こんなにやっぱ面白いんかっていうのがね、まあすごい思いましたね。いやもうさすがにも救済明けをね感じさせないぐらいのこの面白さなわけなんですけど、やっぱねこの先週キザルがねもう闇落ちしてうーってなってる中で、麦わらの一味出航で、もうこの五老星の猛威たちの中、ウフィたちが出航できるのか、五老星やばすぎるやろみたいなことをね思っとったわけなんですよ。まあでもまさかね、今回その五老星がエッグヘッドに全員残っている中で、キム様方炸裂によってねやられちゃう。的やな、この見開き、こんなイム様法でさ、エッグヘッドがさ円形に書かれてて、イム様法って短期間で撃てないんちゃうんかとか言われとったけど、やっぱ撃てちゃうんやね。煽りもさ、エッグヘッド壊滅ピクピクサニー号とか飛んでるけどさ、もうこれ巻き込まれてないのかな。巨人族もね慌てて出航してますけど、これかさ、ここから穴開いてさ、ルルシア王国みたいにさもう巻き込まれたらさ、えどうなる、沈んじゃうってこと、これ来週どうなる、めちゃめちゃ気になるで、ほんまにエグすぎる始まりをねしてしまいましたね。でもこれもうほんまに巨大なインパクトがあったわけなんですよ。まあでもね、もう早速、まあ、この1ページ目からね行こうと思うんですけどね。いやもうこれさぁ、めちゃめちゃ良くない？この扉絵。この扉絵すごいなぁってこと思うんやけど、まさかですよ、ヤマトがおでん二刀流を継承して、見てくださいこれ。大富豪がパチンコしてる。おでん二刀流と、賭博なんかなこれね、パチンコしてる。これ大富豪パチンコしてますけど、大丈夫なんですかね。パチンコのところに、沼って書いてません。NUMA 沼って。あ、これ沼じゃないわ。UMA やったわ。ユーマですね。これどういうパチンコラインなんでしょうね。もしかしたら、とんでもないね。これ、馬って書いてますね。いやーこれすごい気になりますね。でね、二刀流の最中に大富豪が豪遊タイトルですけど、おでん万有期でね、おでんさんが豪遊していたようにヤマトが真面目にやってる中、大富豪がなんかやってますね。いやーこれどうなんやろね。はい、まあでもね、1112は落成で、でちょっと嫌な予感したんですよ。え、でも星って言ったら、もうワンピース界で言ったら、もうパッパンか波よりか五老星しかないじゃないですか。でね、まさかこの1ページ目、権力の、まあ、まさかの、このサタン星が、このマリージョアに、まあ、戻ってきてて、なんかもうめちゃめちゃ、ボロボロでね、なんかイム様もすごい、どうしちゃったんだって感じでね、見てるわけなんですよ。で、何って感じでね、まあ、聞いとるわけなんですけど、どうしたのじゃ、イム様がね問いかけてますと。でサタン星が、イム様報告がありますということで、報告を始めるんや、権力のまでね。なるほどなるほど。で予定通りベガパンクは始末しましたと。ニカの姿もしっかりこの目で見てまいりました。いやいや、お前見ただけで帰るなよ。お前魔法陣でこの間いなくなったみたいな描写あって、すぐ帰ってる、いえみたいな。でね、ただ想定外ありまして、キザルが裏切りました。キザル裏切った、ルッチも裏切りました。サイファーポール、スツーシも裏切ってるけど、ルッチも裏切られたみたいな。我々と因縁深い巨人族が襲来しまして、鉄の巨人が起動しました。あれは一刻も早く何とかしないとなりません。でベガパンクが今にもメッセージを放とうとしております。このままでは我々の秘密か、イム様ご決断をということで、まあ明らかにちょっとイム様がね不機嫌そうな感じになっているんですよね。このサタン星をこの見る目がね怖いわけですよ。でですね、このイム様のこの最後のね、はって、え、お前イムミームかみたいな、はって言うてますけど、次のページでどうなるんやろと思ったんですよ。うわっ、イム様めちゃめちゃ巨大化してるやん。ついに身の正体が判明しましたね。ヤジヤジの身のヤジ人間やったんです。
見てください、このページ、いろんなところからヤジが飛んでますね。くたばれとかね、昨今よくないですよ、そういうこと言うのはね。あの、能見さんも言うてました、よくないって。はい、本当によくないと思うんですけども、とんでもないヤジがいっぱい飛んでますよ。サタン星がね、あの、震え上がっています。主らは何をしているのだ。周りもゴゴゴゴゴ、イム様めちゃめちゃ激怒してるじゃないですか。てか、これイム様の顔、シャンクス初めてじゃない？このイム様の顔がなんか半分隠れた感じで、ローブからちょっと顔が出てるシャンクスみたいな感じで、なんかね、目元これめちゃめちゃぐるぐるの目ですけど、なんかミホークの目でシャンクスの顔みたいな。これシャンクスってもしかしてメロナ・シャンクスってこと？フィガーランド家の嫁さんをもらったってこと？どういうことなんこれ？ちょっとすごい謎が膨らむシーンですね。で、まあちょっと次のページもね、また行こうと思うんですけど、6、7ページで。30分前、まあ、エッグヘッド裏口ということでね。あー、ボニーめちゃめちゃ綺麗に活躍してるじゃないですか。前回ね、中将たちが、あー、ボニーとかをね、通さないぞーみたいなことで張り切ってて、うわー、中将かー。やっぱね、海軍中将は、まあ、やっぱエッグヘッドに来てるくらいね、バスターコールで選ばれた精鋭たちですから、まあ、過去を振り返ってもモモンガとかも来てましたと。やっぱモモンガクラスのやつらが来てるんやろなと。もうこれは一筋縄じゃいかんと。どうするんやろと僕は思ってたわけなんですよ。そしたら、ディストーションフューチャー。ニカみたいな未来ということでね、ボニーがワンパンしました。まあ、そしてね、ポンスキーは何かあった未来で、まさかのポメラニアになってしまいました。あんなに怖い顔した人がね、ポメラニアになってる。シベリアンハスキーの要素なくなって、ポメラニアンやみたいな。ふわふわでなってね、ポメラニアになっちゃったのみたいな、これドイツ生まれの感じになっちゃってね、ああ、ふわふわしてるね、可愛らしいね。顔の毛がなくてサルキの時のポメラニアンやねーっていうことになってるんですよね。でね、こちらギロチン中将はですね、何かあった未来でなんかよくわかんないポーズを押せてね、これもしかしたらあのオカルト雑誌の編集長になられたっていうことなんですかね。いや、ちょっと不思議な感じになってますね。レッドキング中将なんかもう首ダルン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 ってなりすぎて、なんかもう壊れたバネみたいになってますけど、ちょっとこれ心配ですね。え、でもさ、うわ、これやばいなって思っとってさ、中将たちがドーンドーンドーンってね、もう昔のワンピースによくありましたよね。敵がやられてる姿がポンポンポンって書かれているの、あのシーン見るとね、やっぱめちゃめちゃワクワクするんですよ。あのアラバスタとかでもさ、最後クロコダイルがポンで倒れてるさ、勝ったぞーっていう感じがね、すごいんですけど、やっぱこの、まあ、ニカみたいな未来ということでね、やっぱこのルフィを意識して、まあ、麦わらの一味バレにこういう風にね、倒した時の瞬間っていうのを、パンパンパンっていうのをね、切り取ってるんでしょうね。まあ、これ、ね、最近はあの、プレショでもね、結構そういうシーンがあるなと思うんですけどね、まあ、今年プレショニカも出るということなんで、でもすごい楽しみやなと思いますね。地面のところが、もぞもぞってしているところがね、なんかすごい心配ですよね。で、まあ、これね、また次、行きましたら、え、サンドワームグルンみたいな、え、お前そっち行ったみたいな、うわ、なるほどと。やっぱり五老星もバカじゃないっすね。ちゃんとあのサニー号を潰しに来たと。まあでもここにはボニーがねいて戦うんですけど、お前やっぱりちょっとサンドワームはねちょっと厳しいっすよね。ニカみたいな未来をしますけど、なぜか何も起きないと。でボニーも焦ってるわけなんですよ。でサンドワームがねまた丸飲みにねしちゃったと。うわボニー、お前せっかくもうちょっとねエッグヘッド脱出できてね、ニカともせっかくさ会えたのにさ、ボニー退場しちゃうんって思ったらさ、サンドワームか、光とは希望だよ、いや盛りのマガタマ、ピュン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 、ついにキサル裏切ったよ、サンドワームね、光と衛星かと思ったもんな。あの追い詰められた状態で光だね、あのキングだからさ、すごい光とは希望やっていうことをね改めてこの教えてくれましたね。ついにキザルが裏切りました。いや衝撃ですよ。やっぱりねボニーはもう任務対象外ということでね、この悲しみを乗り越えたキザルが仲間を守るために立ち上がると、めちゃめちゃいいシーンなわけなんですよね。いや見事にねこれサングラスしてますけどね、いやすごいですね。でね、いよいよ次はサニー号が出発ですよ。五老星たちが追ってきてますけども、まあ、ゼウスがバーンと雷放ちまして、またやられてますね。でポップグリーンで五老星たちの攻撃を防ぐウソップの、いやもう勇敢なる海の戦士、いやめちゃめちゃいいよ。それを見てドリブロがウソップに対してすげえと
お前はもうエルバフの選手に褒められるようになったんよ。いや、すごいな。もう考えられない。だってさ、ドリーとブロギーがね、リトルガーデンで戦ってるのを見て、ウソップっていうのは勇敢なる海の選手になりたいっていう抽象的な目標やったんよ。グランドラインに入るまでは。でも、俺はエルバフの選手のようになりたいと。そういうことを心に決めた。あのドリーとブロギーから、ついにウソップが認められたと。もうこれは、勇敢なる海の選手になったと言っても過言じゃないじゃないですか。いや、これすごいな。いやもうめちゃめちゃすごい。実際にね、ウソップは足が速いやつはモテるみたいなこともありますけど、そういう感じでね、かっこよさもあるわけなんですよね。もうスマートで品もある感じなんですよ。いやすごいなと。でこのフランキーがクードバーストでしっかり飛んでいるところで、ステラたちがすごい興奮していますよ。すげーと。そんな中でね、ロビンちゃんはね、って言って、チョッパーはベガパンクの心配をしていると。いやー、もうここもね、心配ですけどね。でもね、まあどうやらちょっとまだ、乗れてないメンバーもいますね。ゾロとジンベイとね、ルフィが乗ってませんね。まあサンジはね、無事乗れたみたいでよかったですけど、いやー、でもこれどうするんやろうってね、まあ、こと思うわけなんですけど。はぁ、ゾロとジンベイ、ホウキと戦う。世界2巻。ね、吹き飛ばされとったホウキですよ。相手もまた覇王色でね、方向しようとしますけど、ビッグマム相手にもね、全くひるまなかったジンベイ、さすがですよ。全くひるまず。ふん、巨人からで、1億800万倍河原政権。そして、ゾロの10億8000ポンド砲の合わせ技で、ホウキが吹っ飛んでいくと。でもジンベイの声優ね、ホウキさんなんでね、もうこれはホウキが、ホウキを芝生と。いうことが起こってしまったんじゃないんでしょうか。モリアもどうなってるかがね、ちょっと気になるところですけど。いやでね、ゾロがこのホウキの牙をバッチリ折っているということでね、豚の牙ゲットですよ。すごいですね。でそんな時にね、まあ、しっかりとルフィもね、近くにいたんでね、無事合流して、で、サニー号にね、ルフィがみんなが連れていくと。いやー、これは良かったな。で、ルフィがね、まさかこの馬骨を相手にしてね、初代鬼徹を取って殴りかかるみたいなシーンはね、この間の2代鬼徹のシーンと一緒でね、結構びっくりしましたね。まあ、で、その刀もこの投げて返したということでね、追いかけていく馬骨が滑稽やったなと思うわけなんですけど、まあ、ここで無事ね、出航だーと。もう僕らは、エッグヘッドの頃出航のシーン、もっと早いと思ってたんですよ。まさかこの島に五老星がやってくるとは、もうルッチもやってきただけでびっくりしたのに、ついに出航やと。まあ、でもね、ただでやっぱ出航させてくれません。いつまでがね、火を吹きながら追いかけてきます。もうファイヤーやんと。何やこいつと。まあでもそこでね、うわやばい、サニー号が燃えちゃう、ルフィももうヘロヘロで、ゾロとサンジが構えますと。そんな時に鉄の巨人ですよ。前回すまないジョイボーイって言ってた鉄の巨人ですよ。これが攻めてもの償いだ。ゴッドファイヤー光線、破壊光線、ゴッドバード。見てください、このいつまで焼き止めされました。ゾロがねしっかりと切ってくれたんでね、その後ね。うまいですね。でね、次のページめくった、まさかまた戻るとは。もう珍しいですね、こんなすぐ戻るなんて。サタン星死んでます。足もがれてイム様のね前で無様な姿になってしまって、イム様にやられたってことなんですかね。なんか矢印刺さってますけど、サタン星大丈夫ですかね。驚きですよ。でね、これどうなるんやろうと。でまあイム様が、虫けらどもに用はない。もうめちゃめちゃ怒ってますね。虫けら目の前に雲死んでますけど、サタン星死んでますけど、みたいな。用はないって言って、で、どうするの？ドーン！イム様をエッグヘッドに。でもこれ五老星見限ったってこと？イム様が。てかさ、もう完全にこれシャンクスの顔してるやん、イム様。どういうこと？もしかして、シャンクス複数人説？ここに来て復活？え？なんかこっちがシャンクスでこっちが影になってるっていう。でもサタン星さっきイム様って言っとったからね。え、どういうことなんこれ。シャンクスってフィガーラの時じゃなかったん？え、ネロだけとも関わってるから五老星と会ったってこと？君だから時間を取ったってのは、イム様との血縁関係があるから、それ無視できませんよねっていう。で、イム様のわがままに困ってるから、君はなるべく政治に関わらない方がいいっていう、ちょっとやめてよー、みたいな中間管理職のめんどくささをご子息がごねてるから、なんとかしとこう、みたいな、大きいモーターみたいな感じだったんですかね。教育とか言われて困っちゃうから、あー、で、それでやめとこうか、みたいな感じだったんですかね。いや、でもね、これすごいね。いや、熱い。1112話、こんなに熱い回になるとは、いや、思わなかったっすね。いや、もう次週もめちゃめちゃ楽しみですわ。いやー、ねえ。ルッチとかもどうなったのかってちょっと気になりますけどね。ちょっと言われてましたからね。途中でね、ゾロにサニー号で、いるんだろ。こそこそしないで出てこいよって。ルッチはね、申し訳なさそうに出てきてましたけど。どうなるんですかね。ちょっと気になりますね。はい。
まあ、ということでね、今日はジャンプ25この撮影やりました。今回面白かったでしょうね。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また来週からね、ワンピースめちゃめちゃ盛り上がっていくんで、すごい楽しみですね。本日の動画はフィクションです。来週のワンピースがあまりにも早く見たすぎて、今日はついついこんな動画を撮ってしまいました。あくまでね、すべて私の妄想ですので、これは一切集英社ももちろん、ワンピースも全く関係ありません。すべては創作ノンフィクションです。大変お騒がせいたしました。本日もご視聴いただきありがとうございました。